一回じゃあちょっと真面目にやりますか、このチャンピオンムーブっていうのを。じゃあちょっといい、じゃあふざけるの一切禁止でやりますか。ふざけた場合のペナルティどうします。立花ひなの1周年 T シャツ1枚購入でしょ。最悪。最悪最悪とか言うな、買ってるやついいんだよ、購入6枚2万5000円ぐらい。チャトパに課金するわ。なぜかフラットラインあるけど。それちゃう、ウィングもあげる。いや、ウィングも持ってる。あれ、フラットラインどこ？金させや！謝った方がいい、こういう時。どういうふうに謝った？謝るの正解。めっちゃ申し訳なさそうに謝った。いいよ。おい、クラフト中だ。逆だとしてたやん、ひなの。何々くんで行こうと思ったんだけど、なんかちょっと、カミトさんの後に行くのちょっと違うなと思って。ちょっと、本当らせんだよね。申し訳ねえ。ちょっと、違うなと思って、ちょっと空気読んで、何々くん、やめたけど。じゃあ今やっていい？さっきの。じゃあ、最後に、なんかもう一人、なんか途中に来てくれるみたいなので、ちょっと待って、じゃあ最後に、もう一回、もう一人ね、なんか途中で来てくれるみたいなんで、ちょっとかけていきたいと思います。いい、誰だろう。あ、もしもーし、今配信中です。もしもし。え、あ、もしもし、この声はナイナイくん。ナイナイくん、ナイナイくん、ナイナイくん。いや、お前誰だよ。なんと、一周年おめでとうございます。ありがとう、ナイくん。今日僕は、ひなのちゃんのお祝いに、とあるものを持ってきたんですが。何？なんだろう。ちょっと実際に顔を合わせてあげたいので、アンチ来てくれますか？そっかアンチ会なので。あ、これです。あ、これです。僕の玉です、これ。僕だと思って大事に使ってほしいです。この一発一発に僕の火力がこむっているので。そうなんだ。このライフアームを使うときっとすっごいことが分かるんだ。だからそれ使ってくださいね、僕のライナイ。あれ拾わないの。よし、行くぞアンチ。リスナー判定で全員 T シャツ1枚みたいです、今んとこ。僕何やくんだから T シャツいらないよ、いつも裸だもん。そうなの。でも服は着た方がいいと思うけどな。どこが乳首かわかるもん。やめろってマジで。あんまよくわへんじゃん、どこが部分ついてか。拡張ヘビーマージングいる。ちょっとわかんないな。ほんとね、このアイテムに見てほしい。全然なくても大丈夫だよ、全然ね。実こんなアイコンで言うところの、このカクッと出てるとこ、わかる？カメットさん。わかんない。このカクッて出てるとこ、わかる？キューキュー。そう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 、僕の実こん見てほしいの。カクッて出てるとこ、どんだけでかいね。どこ？それ上、上下どっち？あと上上上、ほっぺの右下。あー、持つとこかな。そう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 、でかいね。俺が言ったらなんかダメでしょ、これ。ちょねえ。敵がどこにいるのか全然見てなかった。僕の乳首見てたんでしょ、カイトさん。もしかしてだけど。正直ね、でも頭そっちでいっぱいだったわ、今。でかいなって。そう、俺のほか結構でかかったからびっくりしちゃった。この子だからね。これまたあれだよ、俺なんかのあれでセクハラストリーマーって言われる、これ俺またみんなにもナズちゃんのこのナズちゃんじゃない、ナズちゃんって呼んじゃった今。うわ、僕キューキューくん、ナイナイくん、ナイナイくんね、ナイナイくんのどんなあれになってるのか。ナズちゃんのはやばい、さすがに。あ、確かにナズちゃんのはちょっとガチでセクハラになる。こんなんじゃないけどね。映しづらいからやめてくれまして。これですね、うん、こんなんじゃないよな、私別に。ナイナイくん拾ったから私もナイナイくんの真似していい？いいよ、出た。すぐ早い
レクカ族が出るんだ。なんか辛そうね。モザンビークを発見。それなんかそれ何？僕がエレクン。あ、おっとおっと。すごく火力が出るんだ。